ジャンボ、コココロチャンネル、クッキングエンターテイナー大西哲也です。今日もよろしくお願いします。日本の魚の伝道師、上田勝彦さんです。お名前ですが、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。池締めの話。池締めっていうのはね、魚が死に至らせるやり方で、一匹一匹脳を壊して動きを止めたり、血を抜いたりっていう手当てをして、なるほど。じゃあ池締めの狙いって何って言ったらね、死後硬直までの時間をどれだけ伸ばせるか、ああなるほど、うん、はい、じゃあなんでなの、はい、魚の旨味のね、出方って二子ブラクダだと思うんですよ。二子ブラクダ、二子、こうやってね、はい、殺しました、はい、ここからじわーっと ATP が AMP になって、それイノシン酸、イノシン酸ってのは甘みが出てくる、はい、イノシン酸は旨味成分ですもんね、はい、でこうずっとこう来て、はい、この硬直に入る手前までずっとね、はい、分解が進むんだけど、はい、硬直に入ったらね、はい、その反応ってのはとりあえずストップ、はい、あ、イノシン酸が待ってて、そう、はい、そう、はい、だから疲れたりしてね、はい、あるいは締め方失敗したりして、はい、この辺で硬直しちゃった、はい、同じ魚で、はい、この辺で硬直しちゃうと、はい、いくらうまみの材料あってもここでストップなんだよ、はい、生産が、あ、まあ、なるほど。本当はここまでの実力があるにもかかわらず、うん、ここまで、ここでもう硬直しちゃうんですね。うん、で、だいたいこうやって一つ最高の高めがあって、はい、それで、この旨味の度合いっていうのは、はい、硬直してる間はちょっと、はい、停滞して、はい、それで硬直が溶けるに従って今度熟成とか、はい、この細胞が分解していくね、はい、各種アミノ酸が出てくるわけなんだけども、だからこういうような、あ、うん、なるほど。それでここからなだらかに最終的には腐敗に行くと、はい、ね、いうことなんだけども、はい、この辺まで、はい、硬直までの時間を伸ばすことができれば、はい、こういうグラフを描くんだね。なるほど。で、この辺で硬直しちゃったら、はい、こういうグラフを描くんですよ。ああ、全然本来の持ってる旨味出てないですね。本来の旨味出てないばかりか、はい、保存期間も、はい、あ、なるほど。もうここで腐敗しちゃうんですね。腐敗しやすくなる、はいはい、ゴールも早くなっちゃう、はい、ゴールも早くなっちゃう、はい、旨味も十分出ないばかりか、はい、保存性も短くなっちゃうんで、はい、それをなんとか伸ばそう。なるほど。そのためにできるだけその身の生きてる時間を長くするっていうことなんですね。で、ちなみに、はい、この神経壊したりなんだろうっていうのは、もともとは畜産を持ってた技術ですよ。そうなんですか。牛とか豚とかね、はい、要するにこのトーンとこうやって殺して、はい、で首切ったって、はい、売り戻しあるわけよ、暴れる、はい、だからそれを収めるために、いや、それはなんか僕の友達で、僕実家の北海道の十勝の本別町っていうちっちゃい町なんですけど、うん、屠殺場で働いてる友達いて、うん、その人が言ってましたね。銃で眉間を撃った後、うん、なんかワイヤーを入れるって言ってました。うん、あ、それってこれのことなんですね。そうです。なるほど。哺乳類も同じなのか。もともとそっちが先だから。あ、そうなんですか。じゃあ結構いろんなところで利用されてた技術が、はい、こうどんどんいろんなところでこう洗練されていって、まあ、少なくとも背骨を持ってる生き物をどう速やかにこういい状態にね、保つかっていう、こう工夫だよ。なるほど。じゃあ味も肉質も保存期間も変わってくる。そうなんですね。だからもともとなんていうか、魚ってあまり長持ちしないから買わないみたいな気持ちってやっぱり普通の人たちあると思うんですよ。僕もそうだったと思うんですけど、でもそのちゃんとした締めと手当てをした魚っていうのは結構持つものですか。持つんだけど、はい、今まだ生け締めの5段階まで終わってないじゃん。はい、余霊があって、その冷やすっていうのは余霊でしょ。はい、余霊、水温度を下げて、はい、その後保存状態に持っていく保冷っていうのが、はい、余霊保冷っていうのがね。これは別の冷やすなんですね。はい、で、そこからさらにどのタイミングで処理するか、はい、ね、処理して下ろすか、はい、身がまだ生きた状態、ぷよんぷよんと生きた状態、硬直に入ってない状態で下ろしちゃうと、はい、骨格を失うから身がね、はい、今度硬直した時に縮れちゃう。はあ、なるほど。縮れって聞いたことある。冷凍マグロなんかです。あります。冷凍マグロあります。鮮度が、はい、良すぎる状態で急速冷凍すると、はいはい、下ろしてブロックで解凍した時に、はい、この角っこがキューッとこう硬く、あ、うん、なるほど、うん、はい、なってくる、はい、縮んでくる、はい、これは縮れって言うんですね。はい、だからこの肉の状態になって、はい、これで硬直前に冷凍しちゃったから、はい、解凍の時にその、はい、硬直が起こったっていう、はい、そういう現象、ね、はい、はじゃあ保冷してる間にそう死後硬直していくんですよね。うん、じわじわですね。
じゃあそれが終わってからじゃないと、うん、その塩昆虫に入り始めたら、はいはい、もうそういう段階だから、はい、もうあのおろしていく、おろしですね。そうそうそう、はい、あのね、魚の味をどこで捉えるかっていうのによって、はいはい、もう生きてるやつかじっても、はい、そこから最終的に腐るね、はい、食べられる以上腐る手前まで、はい、全てが魚の味だからね、はい、ここがベストっていうんですよね。あ、なるほど。俺はそれぞれに、はい、だからそれを生かすのが料理人じゃん、ま、そうです ね、 ね、はい、だからこれがいい、これがいいんだっていう、うん、そういう話じゃなくて、はい、どれもいい、うーん確かに、でそれは魚種によって違うし、はいね、もちろんあの大きさによっても違うし、はい、だし料理人の料理の仕方とか、うん、まあ、その料理人の感覚によっても違うっていうことですね、うん、生かし方次第、はい、だから料理ってさ、はい、勝手にさ俺はこうやるんだっていうことではないと思って、このそれを生かすということだから、はい、だから寄り添わなきゃいけないよね。そうですね、うん、そのわけ、なるほど、姿勢としては、ね、はい、じゃあここまでやって、まあ、これが生け締めっていうことですね、うん、そうです、はい、それで、持つっていうのは、はい、だからその下ろすタイミングと全部関係がある、ね、はい、でその後硬直に入ったらね、はい、しっかり冷やしていいんだけど、はい、それまではね、はい、あんましやすいちゃいけない、はい、硬直早まっちゃうから、そうですよね、うん、だから魚によってはね、はい、もう10度ぐらい、ああそんなにですか、うん、野菜粉よりもぬるいね。そうですよね、いやそうですよね、うん、10度ったらだいぶぬるいですね。だから魚にもよるの、はい、あと季節にもよるんだけど、ね、はい、へー、こうこの魚こんな状態で売ってていいのかなっていうぐらい、なんかこうもっと僕は、うん、もっと箱に入れて保存した方がいいものばっかりだと思ってたんですけど、氷ちゃんちゃん入れてね、そうですそうです、うんうん、氷の中に入れといた方が冷えるのになと思ってたけど、うんうん、一概にそう、いい魚を神経締めして、はい、いきなり氷漬けすると、はい、とほとんどの場合、はい、あの生け締めした意味がない、そういうことですよね。いやそうですよね、今のかなり意味がね失われちゃう、はい、全部取れない、やらないよりやった方がいいんだけど、うんうんうん、でそれともう一つはね、今あの魚ってそういう処理した方が持つんですよねって言ったけども、はい、確かに、はい、それは持ちがいいですよ、はい、腐るまでの時間は確かに長いですよね、うん、そう使える、はい、美味しく食べられる時間がなくなる、はい、なるんだけども、はい、ところが家庭でそんな生け締め買った方がいいよねって話ではない、うん、むしろ大概こう家庭で食べる魚っていうのは日本人のさ、8割以上がもうスーパーで魚買ってる時代の中で、はい、野締めのものなんです、はい、生け締めのものなんてスーパーなんて めったに見ないでしょ、うん、ほとんど野締めなんで、はい、で血も中に入ってるわけ、だから買ってきて、はい、その後の手当て次第で持ちもするし、はい、明日にはダメにもなる、はい、なるほど、うん、家庭においてね、はい、じゃあみんなが、まあ、これのまあ視聴者さんとか、まあ、我々とかが、まあ、神経締めをじゃあ、まあ、神経締めが何かっていうのを分かって神経締めを実際するのは、まあ、釣りする人ぐらいですよね、きっと、まあ、一般の人で神経締め、はい、魚屋さん以外でね、はいはい、するのは釣り人でしょう、はい、そうですよね、そうですよね、うん、でそれを活かせるのも、うん、一概に全員がやれるかって言われたらやっぱり分かってる人じゃないと活かしきれないかもしれない、うん、ですね、うん、でも少なくとも今日言ったことをまず知らないとなんかよく分からないままやっちゃうと、そうですよね、あのそれこそさっき言ったみたいにそれまでの意味がなくなるとかそういうのが、そういう可能性はありますよね。比べることもできないですよね、うん、なんか勝手にやっぱり生け締めだから美味しいんだと思ってただ食べてても分からないし、うんうん、何がどう違うんだろうなっていう、こう予測が最初にないと分からないんですもんね、うんうん、じゃあこれを知ってたらむしろ例えば同じ鯛食べても生け締めの鯛って言って食べてもあこれはそんなにその生け締めのしてからそんなに時間が経ってないその新鮮さを楽しむ食感とかを楽しむ鯛なんだなとかあの時間が経ってあこれはすごいこう旨味が出た後の味を楽しむ鯛だなっていうのもそういう楽しみ方もできるかもしれないですね。そういうのもあるし、はい、ただちょん切るだけだったらそういうことだし、はいはい、このものすごく殺したての身がいかってやつを、はい、それじゃあちょっと反応を急速に済ましてやろうと考えたら、はい、それはそれもできるんですか、うん、はい、そう塩をパッと当ててすぐ洗って、はいとかね、あとは塩の力を借りるからあとは、ね、熱の力を借りるはいね、サッと移動すると、はい、まあ、そこはねあの反応を進めるのに、ね、いろんなやり方がある、はい、なるほど、じゃあ自分じゃあ極めたらその生け締めした後に自分の狙い通りのそのこの身のうまみの出具合っていうのも時間も調整できるんですね。そうそうそう、それはすごい。うちの視聴者さんたまに間違って捉えがちなのが、はいはい、
寿司屋の大将に、はい、これは死後硬直の段階のやつですかって聞くのは違う、はいはい、それはね、それは黙って食べようよ、そういうことじゃない頭の中で思うのはいいよ。例えばお寿司屋さんでね、はい、このマゴチですよとかってね、はい、あの、はいはい、締めたてでね、まだ夕方になってもね、身がゴリゴリでね、はい、味あんましないのがあるわけ、はいはい、で、それなんで味感じないかっていうと、はい、一つはそれ厚く切りすぎだよね。ああ、なるほど、切り方によって。だから、はい、これぐらいの厚いボリュームを乗せたいとしたら、はい、薄切りを重ねて乗せるとか。ああ、なるほど、うん、あるいはこの包丁目を入れるとか、はい、でちょっと塩を当てて洗うとか、はい、そういう仕組みを知ってると、はい、そういうこう下処理が効くわけ。なるほど、じゃあそれをやってるお寿司屋さんとかがありがたみが分かるようになりますね。出会った時に初めて感動すると、はい、それに対してこうなんか言うんじゃなくてね。いや、俺ももしそういう寿司職人だったら、いや、いやもちろんみんなに美味しく食べてほしいし、食べての勝手なんだけど、いやこれ伝わったらめちゃくちゃ嬉しい。嬉しい。なるほど。その細工がなぜされているのかっていうのが、はい、本当に締めたてのまんまで、はいはい、それでこうしっかり噛めば甘み感じられるみたいなところにも持っていけるわけ。なるほど。深いですね。だから塩の仕組みを知り、はい、熱の仕組みを知り、はい、でこの魚の整理を知り、はい、みたいな感じ。すごいすごい壮大な話でした。この締めるっていうのは、はい、そのこのここだけじゃないんですね。そう、脳破壊して、脳破壊してこれだけじゃないんですね。全然ない。これをやれば美味しくなるかっていうとそういうもんでもなくて、いやこれはいや教えてもらってよかったっす。このそれぞれが加わって、はい、完成する魚の生かし方と、ね、いやそうですね。最近はほら熟成バイルでしょ、はい、熟成やっぱり差別化するのに熟成、はい、何日間やりました、はい、熟成しましたっていうのをこう伝える人たちもいるんだけど、はい、さっき言った血の問題あるじゃん、はい、血の問題ありますね。僕は最初から抜いてしまうと、はい、細胞が悲鳴上げるっていうのはもう実感としてあるので、はい、だからそれは完全に締めは終わってから、余れ保冷状態になってから、はい、そこから後に下ろした時に血を抜いて、はい、あ、その最後の血っていう、そう、最後の血を抜いてある、はいはい、なるほど。そこまでは血は残しておきたい。うん、でその血を抜いて、はい、そこから熟成かけるのは熟成。あ、なるほど。いやすごい話聞けた。いや僕もまだ多分全然理解できてないんでしょうけど、うん、やっぱりその入り口に触れただけでも、うん、だいぶ違うなという気持ちがあります。いやこれ僕も何回もこれ自分の動画だけど何回も見返しますこの後まだ僕もそこまで追いつけてないんで。しかも今回は実演していただけるというお話ですか、はい、いや上勝さんにいや今日はじゃあ実演もお願いしますか言ってなかったんだけどダメ元でダメ元でそうダメ元で魚買っといた。すいません魚買われちゃったらやらしいませんありがとうございますということでこの後ですね上勝さんにじゃあ今話した話を詳しく実演して、はい、そうね、その中のここの部分ですね、はい、見ていただこうと思います、うん、よろしくお願いします。また、はいはい、ということで皆さん次回もぜひお楽しみに。こここころチャンネル、チャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。上勝さんもグッド評価そんでいいややらせないでくださいそんな。すいませんありがとうございます。ありがとうございます。何なのか俺意味が分かんないでこれいいねいっぱい押してもらった方がこの話がいろんな人のところに届くようになるんですよ。トップページに出たりするんでグッド評価お願いします。お、はい、なるほど、よろしくお願いします、はい、お願いします理解してもらいました。梅勝さんの出してる本があるんですよ。でこれ、はい、まあ俺にとってっていうかもう古い本だよこれ。もう何年前ですか最初作ったの。後ろ見てみよう。あ、初版2014年。ああ、はい、2014年、はい、何年。もう6刷目だもん。あ、そうですよね。なぜか売れないと思ったねこれ。あ、そんなこと言わないでしたらね、なんかずっとダラダラ売れてるいや、すごい本なんですよ。だって上勝の目から鱗の魚料理、これ料理本じゃないんです。いや、そうなんですよ。メッセージ本であり、はい、本当に仕組みの解説本なんです、はい、だから後ろの、はい、この、ね、半分以上は、僕どうでもいいと思って。いや、やろうしようでもこれ冒頭のところにも書いてあるけど、これ料理のレシピを覚えるっていうのはいっぱいの料理を作るのにはもうたくさんレシピを覚えて暗記しなきゃいけないじゃんと。ただ料理をして何をしたらどういう味になるのかっていう仕組みを分かっておけば一つの料理を知るだけで、うんうん、たくさんの料理ができるようになるじゃないっていう心のマインドと同じなんですよ、はい、っていうことをすごく詳しく書いてくれる。魚に特化して書いてるからすごいいい本で、もちろん思いもあるし、その魚、今日本の魚、世界の魚がどういう状況になっているのかとか。そうだね、なんでそもそも魚、はい、魚って食わなきゃいけないわけ、はい、その辺のことが書いてある、はい、なるほどなるほど。で
さらに原理原則だよね、そう、どんな道具を使ってるのかで、ここに朝日クッキンカットも載ってて、クッキンカットって載ってるの？はい、載ってます、載ってますよ。だから、僕こうやって上勝さんと会えてるんですよ。宣伝費、そういうのもらってないな。でさらにこのね、この間俺も動画でちょっとやってたけど、立ち方と包丁の持ち方、俺はまあ上勝さんに教わってるみたいなもんですよ。さらにね、生っていうのはどういうことかって、そう、調理法、いや焼くとは何かっていう話したけど、生とは何かの話も書いてる。なるほどなるほど、はい、まず読み物としてすごく面白いし、その最初の1回読んだだけでは理解できないんです。だけど読んでいくごとにいろんなところを、またそうさ、いろんなところを見たくなる。一冊通してでもそうだし、じゃあ改めてこの料理をするときに揚げるっていうことを考えたいなとか、何度見ても面白い本なので、皆さんぜひこちらもよろしくお願いします、うん、なぜこういうスタイルを取ったかというと、はい、魚って、はい、例えば日本だけでもね、はい、日本だけでも流通してる魚だけでも300種ぐらいあるわけ、はい、でしかも産地も違ったら味違うし、サイズでも違う、季節でも違うってなってくると、はい、レシピだと限界があるんだと。そうですよね。レシピとか測る調理だとね、はい、で限界があるわけ、はい、ね、違うんだから、はい、だからその中で、うん、じゃあレシピで限界あるんだったら何だっていうことで、この因数分解してみたんですよ、はい、ね、はい、で仕組みで理解できると、はい、長い目で見ると、例えば調味料に対する、はい、これ調味料はそんなに書いてないけども、そうですね、調味料に対するの、はい、この味付けるだけじゃなくて、はい、この機能、はい、そういったものを全部こう網羅できると、はい、あと組み合わせも自由自在、はい、こういう時にはあれ使えばいいってなってくる、はいはい、そうなってくるとね、長い目で見ると、はい、レシピを覚えるよりね、はる、い、かにね、はい、無限にその人の中から料理を生むことができる、はい、臨機応変に、まさしくおっしゃる通りだと思います、うん、だから魚にはぴったりの伝え方なんですよね、はい、なるほど。だから魚だけじゃないですよ、はい、魚から野菜、野菜、肉ってね、はい、全部応用が効くわけ、はい、ね、はい、1レシピなんきは1レシピ、はい、ね、1料理を生むけども、はい、1仕組みの理解は多料理を生むわけよ。そうですね、自分で進化してる。いや僕が普段言いたかったのもそういうことなんですよ。いやー、しかも今度使わせてもらいます。しかも優しく一応レシピも載せてくれた。そう、一応、そう、いや後ろ出版社に言われて、いや後ろもめっちゃいいですよ、ほやめし、ほやめしめっちゃうまかったです。いや僕もこれから何個も作ったんですけど、ほやめしが一番感動しました。仕組みを理解した実践の一歩目として踏み出せるレシピも載せるよっていう、はい、まあこれもその時の手に入った魚で気まぐれにやっただけなので、はい、気まぐれっていうか要するに仕組みの中にどう落とし込むかっていうことだけを、はい、一例でしかない、一例です。だから これなんだっていうことではない。そうですね、でもまずいものは一つもないところです。はい、僕自分で作っても、はい、いや素晴らしく美味しいものだけしか載ってない。いや、この間インターネットでちょっとバズった塩マグロとかも、上勝さんは実はもうすでに完全にやってる。しめ鯖作る。はい、しめ鯖、うん、はい、しめ鯖作る時に、はい、塩して、はい、で洗い流して、はい、で酢につけるじゃん、はい、で鯖って刺身でも食う方があって、はい、じゃあ塩して、はい、したやつを刺身で食ったらどうなるかって食べると、はい、うまいんで。うまいですね。ね、はい、でさらにそいつを酢につけたらしめ鯖ですよ。そうですね、うん、塩だけでもうまいですよね。うん、そう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 、なるほど。塩を染み込ませてね、脱水して、はい、でまあそういえば、はい、サバもカツオもマグロも同じ兄弟分、はい、親戚同士でしょ、はい、だったらマグロだってそうだよねってことで、はい、塩にしてみました、はい、さらに酢につけてみました、はい、ね、そういうことですよ。そしたらもうそれだけでもうまいし、さらに和洋中へのアレンジがまた簡単なんですよね。そうそうそう。だからね、その時僕がキャッチで作ったのは、はい、マグロは肉から魚への掛け返し。あー、なるほど、ね、はい、肉料理ばっかりやってるお母さん方たち、はい、ね、まずはマグロからやってみませんかっていう話なんですよ。うん、やりやすいから。なるほど、そうですよね、マグロそういうの多いですね。多いかもしれない。肉並みに使えるからね、はい、いや今みたいなのがたくさん情報として、そうなんですよ、持っている、まあ、個別に言ったらキリがない。そうですよね。でもとりあえずまずこれを読んでほしい、はい、ぜひね、リンク貼っておきますから、はい、そろそろこれもね、はい、そろそろ改訂版出さないと。あ、そうですね、そうですね、それも楽しみです。いや、改訂版出したら宣伝させてほしいです。もちろん。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。いくぞ、1、2、3、したっけ。ありがとうございます。すいません。ココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治で